事項です。わかるかこんなもん。おやおや、どうしたんですか葵ちゃん。あ、ゆかりさん、なんか叫んでたみたいですが。マスターの DT0 さんの減速比変更を真似て減速比変えようと思ったんですけど、計算式わかりにくくて難しいです。まあ確かにあの計算式は汎用のつもりで、なんでそうなるかを理解しやすいように作ってるので、逆にわかりにくい場合もあるかもしれませんね。わかりました。では DT0 さんの減速比変更に特化した簡単な求め方を説明しましょう。え、そんなのあるんですか。ふふふ、ゆかりさんに不可能はありません。じゃあお願いします。ではまず覚えておく数字を一つ、109枚という数字を覚えてください。煩悩の数ですか。煩悩は108だし、そもそもギアの話に煩悩は出てきません。109枚はピニオンとスパーの波数の合計です。これを守っている限りは軸間距離は 28.8 のままです。ピニオン15枚スパー94枚でも、ピニオン50枚スパー59枚でもです。次に合わせたい減速比にするためのピニオンの波数を計算します。これが連立方程式になっててめんどくさいんですよ。大丈夫です、これも簡単にしてあります。まずは一次減速比を求めます。仮に総減速比を12にしたいとします。 DT0 さんの2次以降の減速比は 2.867 なので、12を 2.867 で割ります。約 4.186 ですね。そうしたら 4.186 に1を足します。 5.186 になりますね。え、なんで1足すんですか。それを知りたかると以前の式になるんです。なので無条件に1を足すと覚えてください。そして108.885を先ほどの 5.186 で割ります。すると 20.996 となるので、近似値の整数で21枚がピニオンの波数になります。そしてピニオンとスパーの波数の合計は109なので、109から21を引けばスパーの波数が出ます。88枚ですね。あれ、単純な割り算と引き算だけ。そうです。実際にこの波数で減速比を計算すると 12.014 ですね。ほんとだ、12付近になってる。ということでおさらいです。欲しい減速比を 2.867 で割ります。出た小に1を足して 108.885 をその和で割った小がピニオンの近似値です。109から決めたピニオンの波数を引いてスパーの波数が出ますね。簡単でしょう。これなら計算できます。ゆかりさん、ありがとうございます。あ、注意してほしいのは、ここで計算で出た数字はあくまでも減速比と軸間距離が合うだけで、実際にそのサイズのピニオンやスパーがカバーに収まるかは別問題ですから。え？ああ、カバーに収まらない。